今ですね、オダフィールドにいます。アディゼロサブ2の、オレレンをですね、今からやっていこうと思うんですけど、中野ランニングフェスタ10キロのための今日は刺激練習のために、来ています。内容はですね、6000m プラス1000ぐらいの内容をやろうかなというふうに思ってます。アディゼロサブ2っていうランニングシューズを使う以上はやっぱりサブ2目指したいじゃないですか。サブ2を目指すためのタイム計算したことなかったんで、今ねランナー電卓を使って調べてみたいと思います。フルマラソンのタイム2時間で走った時のペースドン1キロ2分50秒64です。サブ2って半端ないですよね。2分50秒ですね、目指して今日はサブ2の第一歩を目指して、アディゼロサブ2のシューズのレビュー、させていただきたいと思います。よろしくお願いします。アディゼロサブ2っていうランニングシューズを履くこの日にですね、ナイキのソックスを履いてるっていうのはあんまりよろしくないですよね。ということで、シューズ履けました。ということで、今からですね、6000プラス 1000m やっていきたいと思うんですけど、6000は特に撮影しませんが、 1000m ではちょっと軽く撮影していきたいと思います。よろしくお願いします。いやー、すいません、この通り雨がですね急に降ってきたんで少し歩けなくなりました。明日天気いいそうなんで、明日、ベイパーとサブ2の、ちょっと対決というか、そのシューズ感覚対決をやってみたいと思います。やらかしてしまいました。どうしてもこれをお伝えしたくて無理してまたちょっとね、こう動画撮らせてもらってるんですけど、アディゼロサブ2サイズ間違えました。皆さんご注意ください。アディゼロサブ2なんですけど、サイズが普段買ってるものよりワンサイズ大きいです。これちなみに 26.5 なんですけど、僕は普段アディゼロレンも使うんですが、履いているシューズは 26.0。 こちらサブ2で履いた時のシューズの足のつま先の余りを見た時に驚愕でした。思ったより余ってたんですね。体感的に言うとね、1.5 センチから2センチは言い過ぎですけど、まあ、結構空いてたんですよ、がっつり。で、そのせいで、実際走っている時に足長が自分に結局合わないせいもあって、かかとが浮くんですよ。もうね、まあ、気持ちで言うとね、ぶっちゃけサイズ合ってないから返品したいぐらいの気持ちなんですけど、もうね、使っちゃったんで返品できないんですよ。もうしょうがないから、これ見てください。これここの奥のシューレースのホール使って、シューズの紐の調整でなんとかね履くようにしたんですけど、走ってる最中にちょっとこう抜ける感じがあったんで、途中で止まって、この紐のホールドアップの紐の結び方に切り替え直して、それから走り出したわけですよ。そしたら雨が降ってきて、なんかどんどんなんかこう気持ちがそがれてって、で荷物が濡れてたんで荷物また置き直してとかってやってたら、どんどんやる気がなくなって、ごめんなさい、今日練習途中でやめちゃいました。履きやすさというのは感じました。ただですね、この足長が本当にこれぐらい、イメージで言うとこれぐらい余ってました。結構余ってますね。本来だったらこれぐらい余ってればいいところが結構ながっつり余ってたので、本当に注意してほしいです。履くときはですね、ぜひ、お店で、履いてみて自分の足に合うかどうかしっかりチェックしてから必ず履いてください。よろしくお願いします。以上、アディゼロサブ2のシューズのレビューになりますが、サイズはね合わないから、これなんかちょっとこのシューズに、これシューズが悪いんじゃないんです。これは あくまでこれを勘違いしてほしくないんです。シューズが悪いわけではないんです。シューズのサイズが僕に合わないんで、信頼してこのシューズを履きたいなっていう気持ちにちょっとなりきれてなくて、疑心暗鬼です。なので今度のレースはひょっとしたらベイパーで行っちゃうかもしれないです。足の調子もね最近ちょっと良くなってきたんで、頑張りたいなと思うんですが、よろしくお願いします。タナでした。今日は視聴していただいてありがとうございます。ノーランニングローライフ、タナでした。またよろしくお願いします。チャンネル登録はこちらです。